ウバオ、皆さんこんばんは。今やるつもりでしたとやっていませんでしたは双子のようなものである。これってもしかして私へのメッセージなの？そういえば霊夢、いろいろハプニングがあって島のお片付けができてないんだよな。今日やってしまうから片付いたも同然よ。このハロウィン気分な場所をそろそろクリスマス仕様に変えてほしいところだぜ。クリスマス家具のレシピは裏で結構集めてきたから安心してね。ではでは先にこのお花からお片付けするわよ。私が前回いっぱい持って帰ったからもうあまり残ってないと思うぞ。ヒヤシンスだけはね。あ、見てるだけでお片付けが嫌になってきた。お片付けというのはいつかはやらないといけないことだから、やろうと思った時に終わらせておくものなんだぜ。やろうという気持ちがもうなくなってるんだけど、でもちゃんと花壇にヒヤシンスを植えてるなんて偉いじゃないか。ここの花壇だけ綺麗に整えたら少し休憩させてもらうわよ。ちゃんとお片付けするのならいいぞ。ってことで白ピンク赤のヒヤシンスのお花畑完成。休憩中に桃地さんにプレゼントか。疲れた時には住民との交流が何よりも癒しなんだからね。あ、みぞれたんがお悩み中だぞ。お部屋のインテリアのことでお悩み中かもよ。ちょっと言いにくいんだけど、あたいこの島から引っ越そうかなって思ってるの。なんですって？どうするんだ霊夢？ここはお片付けを優先すべきだと思うんだが。ちょっと待った。なんなのよこの登場の仕方は。こういうコメントをいただいてるのだ。また今度でいいのでリトルガチャやってもらっていいですか？でも私お片付けが。お片付けはいつでもできるけど、離島ガチャは今しかできないのだ。離島ガチャの誘惑に負けました。またしてもお片付けが終わらなかったぜ。あ、そういえばマイル旅行券が1枚もないんだったわ。でも、もう少し稼げば50枚発行できるぞ。もう少しってまだ4630マイルも稼がないとダメじゃないの。35分ほどいろいろやってマイルを稼いできたわよ。霊夢さんお疲れ様だなも。タヌキチ、今日は出番がなさそうね。爆死した時は僕に任せてね。爆死言うな。ちなみにこの1枚のマイル旅行券はマイルを使えばポイントゲットってやつで発行したものよ。あとはこの手持ちのマイルを全部マイル旅行券に変えちゃうわね。本当は嫌だけど。霊夢は工事禁止しまくりをしてるから、この辺りの工事関係のやつは全然交換してないんだよな。というわけなので、しまくりの動画も見てもらえると嬉しいわね。で、今回のルールはどうするんだ？そりゃもちろん雪民かビアンカ姉さんをスカウトしたいわよ。50連で出なかったら僕にお任せだなも。今日こそ絶対に出してみせるからね。これで最後の1枚よ。本当にすっからかんになってしまうな。これからの生活がかなり苦しくなりそうだけど、必ずどちらかを引き当ててみせるわよ。離島ガチャ当日。このタイミングでシルビアさんがお悩み中だなんて、一体どうしたんだろうな。このサテンのワンピースを勢いで2個買っちゃったんだけど。よくあることだよな。私はそんなことしたことないわよ。せっかくだし普段の格好はやめていただいた服に着替えるわよ。霊夢なかなか似合ってるじゃないか。可愛い服を着るとテンションも上がるわね。ではでは今日もよろしくね、モーリーさん。グッドラック。さあ記念すべき1連目。マイル旅行券はいっぱいあるんだから気長に行くわよ。早速ドッキドキのワックワクの三段崖の島だぜ。この島は住民の足元だけを見て誰なのか推測するのが楽しいのよね。見えたか霊夢？アリクイ住民のふさふさの尻尾が見えたわよ。一瞬だったからわからないぜ。もう見えない位置に行ったから登ったけど。和風アリクイの小町さんだぜ。口癖はタモレで間違いないな。珍しく当たってるじゃないの。もう何十回も会ってるからな。それじゃあ2連目行くわよ。あの後ろ姿はペンギンのサブリナさんだぜ。口癖はどうせ知らないんでしょ。ペンペンだと思うぞ。つるるんじゃないの。なるほど、そうめんを食べる音だな。絶対違うからね。さあ気を取り直して3連目行くわよ。あれは私の昔の親友エイミーさんじゃないか。残念なことに口癖は覚えてないのね。じゃあカバカバで適当すぎ。あ、そうそうだ、 P だったぜ。全く知らなかったくせに。4連目、今度こそ口癖を当てるぞ。言っておくけど口癖を当てるのが目的じゃないわよ。マリサー。とうとう雪民が引けちゃったな。わずか4枚目で引けるなんて。霊夢、これじゃ動画の尺が短いから延長戦をお願いするぜ。マジですか。まだマイル旅行券は46枚も残ってるんだからな。ビアンカ姉さんも仲間にするんだぜ。ってことで初期住民のシルビア姉さんとお別れよ。長い付き合いだから寂しくなっちゃうな。次の日、本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。これでビアンカ姉さんが来てたらどうするのよ。それは全くの想定外だから何も考えてないぜ。あ、マロンさんだ。口癖は当然甘栗だよな。ワンツーじゃないの。こういうやつのことかな。次の日、マイル旅行券がこれだけ残ってるんだから楽勝でしょ。ビアンカ姉さん以外は全員スルーだからな。もちろんよ。何連目だったっけ。5連目よ。5連目。左の木の間から見える住民はどうやらビアンカ姉さんではなさそうだな。独特のカラーだったものね。あ、ジェシカさんだったのね。口癖はシカジカだったかな。何シカじゃないの。何シカ惜しかったな。使い方合ってるのかしら。6
6連目は激アツの竹の島だぜ。絶対激アツって言わないと気が済まないの？ああそうだぜ。仕事ができそうな犬住民のブレンダさんよ。上品に笑いそうだからウッフフって口癖だと思うぜ。近からず遠からずってところだったわね。ではでは7連目。セルバンテスは離島ガチャの常連だから口癖は覚えてるわよね。銃って言葉しか思いつかないな。この服を見てお肉が焼ける音が聞こえてきたんですね。あ、静江さんが飛び出してきた。ふふ、なんて口癖セルバンテスさんに似合いませんね。確かに覚えにくいな。ちゃんと覚えてあげなさいよね。続いて8連目。ふふ、2連続とは驚きだな。1日の離島ガチャで住民を被らないようなアップデートしてほしいところよね。霊夢、あつ森のそういう部分のアップデートはもう期待できないんだから諦めるんだぜ。悲しいわね。はいはい、どうもヘンリーさん。ヘンリーといえばゴードンかトーマスだぜ。機関車は関係ないでしょうが。むにゃだったか。かわいい口癖ね。さてさて、記念すべき10連目だぜ。記念すべきでスカウトしたい住民が来たことってない気がするんだけど。そうだったかな。アーサーさんも離島でよく会うわよね。アーサーといえばエクスカリバーしか思いつかん。せめて4文字以内にしなさいよね。那覇だったのを今思い出したぜ。その感じじゃないと思うんだけどね。もう11連目か。今回もビアンカ姉さんじゃなかったわね。モンコさんとは何度も会ってるんだけど口癖は思い出せないな。大体覚える気ないでしょうが。じゃあウッキーにしておこうっと。適当にも程があるわ。だってわかんないんだもん。それじゃあ12連目いくわよ。楽しい楽しい三段崖の島だな。左奥に動きが。あ、猫のマールさんじゃないか。猫住民だから当然口癖はわかるわよね。見た目がラグドールっぽいからラグーとかじゃないかな。めちゃくちゃオーソドックスな口癖だったわね。逆に覚えにくそうだぜ。13連目は激アツの竹の島だぜ。また言ってるよ。あ、かまぼこさんだ。確かつい最近あった気が。口癖はボコボコだったかな。かすりもしてないじゃないの。口癖って本当に難しいぜ。もうマリサは答えなくていいわよ。おお、あの足はまこっちゃんじゃないか。ふさふさの尻尾が可愛いわね。口癖はありがとうじゃないかな。本当に当てる気がみじんも感じられないわね。気を取り直して15連目。スミモモさんって絶対ツンデレよね。じゃあ口癖予想はツンツンだぜ。ツンデレとは全く関係のない口癖だったわね。16連目だぜ。ここからじゃあの馬住民が誰なのかわからないわね。顔を見てみないことにはな。この星の印はマキバスターさんね。口癖はぴょいじゃないかな。絶対違うと思うんだけど。ぴょいもなーも似たようなものじゃないか。もう少しちゃんと考えようね。では17連目。甘い最住民のパキさんよ。口癖も甘い感じででシュガとかだったような。正解です。霊夢流れが来てるぞ。だから目的はあくまでもビアンカ姉さんをスカウトすることよ。それもそうなんだけど、ダンベルさんはゴリラだからきっと口癖はウホウホだぜ。ゴリラと関係性が薄い口癖ね。確かに。ではでは19連目。なはなは。全然いいところなく20連目までやってきたわね。見せ場は十分にあったのに。またまた甘い住民のショコラさんよ。ちょっとほろ苦さがあるから口癖はビターなんじゃないかな。なんかお上品な口癖ね。ふふって口癖に既視感があるのは気のせいなのかな。21連目。狼住民だけど。残念だけどケンさんだったわね。口癖は不健康そうな感じで5本だったような気が。残念だけどもっと具合が悪そうよ。お大事にだぜ。22連目。あの後ろ姿は古風なネズミ住民のトメさんだったよな。結構ネズミ住民は和風の子が多い気がするわね。口癖は浦安だぜ。消されそうな発言は慎みなさいよね。浦安の何が悪いって言うんだよ。まさかとは思ったけど問題ない口癖で安心したわ。だべって口癖かわいいな。23連目。おかっぴさんの口癖は脱皮じゃなくて脱毛だということが、前回わかったんだぜ。脱皮だと思ってたことに驚きだわ。24連目だぜ。あの後ろ姿一体誰だったかな？チャンプさんだぞ。チャンプさんについてこういうコメントいただいたのだ。チャンプってモデルになった犬がボクサー犬らしいからそれに名前が関係してるのかも。ってことはボクシングのチャンピオンってことね。じゃあ口癖はファイトで。モグじゃないの。25連目。いよいよマイル旅行券が用意した数の半分になっちゃったわね。もうそろそろ結果を出したいところだが。あれは1号さんじゃないの。今回一番の人気住民だよな。マリサの島にいるんだから口癖はわかるわよね。当然通ったぜ。若干違うんだけど、口癖がもももの期間が長すぎて忘れちまったぜ。さあ26連目いくわよ。馬住民のサブレさんだぜ。典型的なサラブレッドね。口癖は品が良さそうだけど。残念だけどだのついてるパターンね。開発スタッフさんは口癖の頭にだをつけるのが本当に好きだな。27連目。パンタさんもだのついたパターンだったはずだから、口癖はだパンダだぜ。マリサちょっと惜しかったわね。ダバンブってあれのことかな？多分ね。28連目は激アツの竹の島じゃないか。毎回毎回お疲れ様。キタキタ3号さんだぞ。口癖は1号さんと同じ系統な気がするわね。じゃあデアーかな？ウヤーだったわね。戦隊ヒーロー系の口癖はかなりややこしいぜ。29連目。今日は三段崖の島が多めな気がするぜ。
思いっきり見覚えのある住民の足が見えたんだけど。あれは見まがうことなくちゃちゃまるじゃないか。口癖はピエン？じゃなかったふんふんだぜ。もうピエンなんて言葉使ってる人ほとんどいないんじゃないかな。さあ記念すべき30連目、霊夢そろそろ決めてくれよな。明らかにビアンカ姉さんじゃないんだけど。マリアさんは目がキラキラだから口癖もキラキラで。見たまんまを答えないでよね。見たまんまでいいのよ。全然良くない。31連目。おお、ジャコテンさんじゃないか。ジャコテンといえばこういう食べ物だから口癖は練り物じゃないかな。全然違うっつーの。32連目だぜ。マンモスのはじめさんともよく会ってる気がするわね。口癖はドスドスだったかな。それは口癖というか足音のような気が。あ、そうそう、マンモスは寒いところに住んでるからもじゃもじゃのもじゃだったことを今思い出したぜ。もっと早く思い出してくれればね。33年目。ベアードじゃないかー。しょっちゅう関わってるんだから当然口癖は知ってるわよね。ヒゲもじゃだからもじゃじゃね。まさかのはじめさんと同じってパターン。と思ってたら違ったな。ベアードの口癖くらいちゃんと覚えておきなさいよね。34年目。北はね三段崖の島。オプタロウの足が見えちゃってるな。離島ガチャといえばタコ住民が欠かせないわよね。口癖はタコだったはず。めっちゃわかりやすい口癖ね。35連目だぜ。美味しそうな下焼けさんですね。あ、しずえさんがまた出た。チキンといえばクリスマス。口癖は聖夜であってほしいですね。そんな掛け声みたいな口癖じゃなかったような。残念だよでしたね。せっかくだしスカウトするわけにはいかないわよ。36連目。あのバイキングメットは確かノルマンさん。口癖は萌えだったはずだが萌えって一体何なんだ？萌えとはフィンランド語でこんにちはという意味なのだ。なるほど、ノルマンさんは北欧の海賊だものね。37連目だぜ。上にいるのはまたしても牛住民なんだけど。あれは美味しい美味しいカルキさんじゃありませんか。美味しい美味しいってまさか食べてないわよね。もちろん食べてませんよ。口癖はダモーで決まりです。さすがしずえさんだな。38連目。可愛いカエル住民のレイニーさんだぜ。可愛いとかつけなくていいからね。あ、はい。口癖は雨にちなんでフレフレかな。全くちなんでないけど。デチュは可愛すぎるぞ。ていうかこの島よく見るとサメ島じゃないの。じゃあポケットいっぱいにサメを釣って帰らないとな。正直サメはもういらないかな。39連目は激アツの。もういいっつーの。確かアントニオさんの口癖はアミーゴみたいな感じだった気が。残念ムーチョだったわね。どういう意味だっけ。スペイン語でとてもとかたくさんっていう意味なのだ。何回聞いても忘れちゃいそうだぜ。記念すべき40連目よ。ハムスターのシャンキさんだぜ。シャンキってなんか意味がありそうね。サンスクリット語で平和という意味なのだ。なんか難しいな。平和といえば鳩だから。口癖が鳩なわけないからね。だってばだってばよ。だってばよ言うな。41連目だぜ。木の裏にカバが隠れてるわね。ビビットじゃないか。見た感じ音楽家っぽいからまあまあじゃないかな。何それ、発声練習のつもり。あ、ゲスだったぜアミーゴ。突然のアミーゴは何なのさ。42連目だぜ。あの後ろ姿は岩鉄の兄貴。岩鉄といえば口癖はボールかな。それはポケモン金銀の話でしょうが。頭の中がポケモンのことでいっぱいだから許してくれ。うむ、しゃあないわね。43連目。あ、マグロちゃんよ。もう大トロしか思いつかないぜ。そんなこと言うとお腹が空いてくるんだけど。ギョヨってまさか。さかなクンさんの決め台詞ね。44年目だぜ。私の弥生ちゃんがこんなところにいるじゃないの。厳密に言うと霊夢の弥生ちゃんは私が借りてるんだけどな。早く返しなさいよね。あはははは。そんなことよりマイル旅行券が残り少ないけど大丈夫なのか。答えはノーに決まってるじゃないの。はい、46年目。崖裏にいるのはカンガルーね。マイクに向かって叫びたい言葉といえばイエーイかな。イエーイなんて叫ぶ人今時いないでしょうに。確かにやるぜって叫ぶ方が気持ちがいいかも。無理に叫ばなくていいからね。やるぜ。47連目。やってるのは私なんだけど。忍さんか。漢字で書くと忍、忍者じゃないかな。外国人が聞けば喜びそうな口癖だけど。全く違うわよ。そうですのね。48連目よ。お、金蔵さんか。金蔵さんは確か別荘作りの時に大金持ちの家に住みたいっていう希望だったはず。どっかのタヌキみたいね。え？読んだ？だから口癖はゲン生じゃないかな。マリサの予想はもうたくさんね。49連目、もう終わりだぞレイム。もう言われなくてもわかってるわよ。ハルクさん、口癖はマーベルだと思うぞ。それは怒られるやつよ。今日一番意味のわからない口癖だな。ダンケとはドイツ語でありがとうという意味なのだ。勉強になったぜ。さてさてこれが今日最後の離島よ。ビアンカさん来てくれー。なるほどね。早く世界が平和になるといいのにな。ではでは僕が住民を呼んでくるのでよろしくだな。もタヌキチ、今日はちょっと私が住民を用意するぜ。なんですと。マリサの島に行けばいいわけね。準備はできてるから右の畑のある家で待ってるぞ。あ、この家は。待たせたわね弥生ちゃん。はじめまして、私弥生と申します。私のこと覚えてないじゃないの。というわけでスカウトよろしくだぜ。やっと帰ってきてくれるわね。ここでハンアート紹介コーナーなのだ。
今回のハーアートはめっちゃ賑やかなのだ。いろいろオリジナルキャラも描いていただいてますね。僕もイケメンに描いてくれてて嬉しいだなも。もしかして自分でイケメンと思ってるの？当たり前だなも。あ、今日もあつ森の中はシャンテね。次回はちゃんとお片付けできるといいのにな。それはどうかしら。というわけで今回はここまで。もももー。